どうも、吉本芸人、コタティン・ホグマンとネズミ先生です。福の一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて、本日はですね、11月に起きる嬉しいことというテーマでリーディングを行っていきます。カードは左から1、2、3番です。好きなものを選びください。また、タイムシフトは概要欄に貼っておきます。では、左の1番を選ばれた方のリーディングに、入っていきましょう。いつもと同じですね。紫カード2枚で最後にアドバイスを出して締めていきます。はい、右下に置いたカードで11月に起きる嬉しいこと、今から開けるカードで、全部整地に直して現状とかテーマになることをお伝えしていきます。ページのペンタクル、6番のソード、カオス&コンフリクト、ブレッセド、魔法使いのじっちゃん、ランニングサーカス並べていきます。でですね、もう毎回言うんですけど、占いはね、あなたの心の中にある答えを炙り出すヒントにしかなりませんので、占いにね、振り回されないようにしてください。あなたが占いを活用して自分で答えをね、見つけ出して自分で人生を作っていく、そういった風に使わないと占いに振り回されて占いジプシー、占い師に依存するなんてね、良くないことになっちゃうんで、そうなるとうまくいかないので、ぜひね、そこをね、改めて認識してください。占いはあくまでエンタメ、活用できる道具でしかない、あなたが、あなたの心の中に答えが、心の中にある答えが一番重要ってことを知っておいてください。はい、ではね、現状テーマになることをね、あなたに届いたメッセージみたいなものを伝えていきます。とてもなんかナーバスというか、ナイーブというか、なんていうんかな、とても繊細な方で一番選ばれた方って、まあ、いろんなことをね、感じ取って、まあ、なんかね、まあ、ネガティブに考えちゃうというか、重たく考えちゃうっていう性質ある方多いんかなって、なんかなんとなく感じたんですけど、で、その性質でもって、何かね、今あなたが人生で、なんか壁にぶち当たってる、だから障害に阻まれてるって感じもするんですね。でもね、その障害とか壁って、なんかね、客観的に見たら、それって障害な壁なんていうことに感じるんですよね。つまりどういうことかというと、あなたがそれを障害とか壁っていうふうになんか肥大化させてるっていう部分を感じるんで、あまりね、こう深く考えすぎて、悪いもの、まあまあ10段階で、まあ、3ぐらいの悪いことが起こっているとしても、あなたの中で肥大化させて7、8ぐらいね、こう大きくさせてしまっていたら、なんか行動力も下がっていくし、なんか気持ちもね、下がっていって、あんまり循環って生まれにくいと思うんで、本当は2か3ぐらいのね、あの障害困難のレベルの段階なのに、大きく大きく捉えすぎてる、考えすぎてる、思い込んじゃってるっていう節を感じるんで、あまりね、そんな風に捉えなくていいよってメッセージ来てるのと、一つ何かお金に関して悩まれてるとか、仕事に関して悩まれてるって方もいらっしゃるんですかね、中には。それはあなたの場合は、大金、大きいお金をつかむっていう、そういう結果を取りに行くってことじゃなくて、やりがい、自分のやりがいとか好きなこと、楽しいことが少額、まずは少額なんですよ。少額でいいから、それがお金になるためにはどうやってこう仕事にしていったらいいかとか、頑張っていったらいいかっていうふうに気持ちを向けて、あくまでもね、こうお金と好きっていうこのバランス、ウェイトバランスを、やっぱり好きの方を、ウェイトバランス重視して取り組んでいく、進めていくっていうことが大事。その先でお金っていうもののウェイトを増やしていくってことをすればいいんだけど、最初からお金を大当たり、させていくとか、お金重視っていうウェイトに持っていくと、なんかバランスが悪い、あなたにとっては。そこを今一度あなたの中で、しっかりと整理整頓して見つめ直してくださいってメッセージが届いてます。それができたらすごくね、あなたの中で変化変容が起こります。あなたにとってのお金と好きのバランスの最適の重心、ここっていうバランスがあるんですよ。それ 4.8 と 5.2 かもしれないし、 7.83 と 2.17 かもしれない。もうそのね、微妙なバランスってあるんですよね。それはあなたにしかわからないんだけど、あなたが試行錯誤する中で、そのね、ベストウェイトバランスを見つける重心、最適バランスポイント重心を見つけることができそうだから、これからね。で、それができたら、
とてもね、あなたの中でこうなんかね、脱皮するというか変化変容が起きるんですよね、心の中で、精神的な意味で、うん、その時にいろんなものが動き出していくんじゃないかなっていうメッセージが来てるんで、内観、うん、いつも言ってますけどね、内観ってすごく大事、自分自身が一番大事なんで、この世の中で、それを大事にできないのに他人も大事にできないよねっていうことがすごく思うんで、他人を大事にしたいんだれば、まず自分を大事になさってください。それを内観するっていうことやったりとか、自分の感情をないがしろにしない、うん、ほったらかしにしない、我慢させないっていうね、はい、そういったことがメッセージとして届いているように感じました。うん、あとはもっとね、自分に自信を持って、うん、自分に自信を持って自分が人生の主人公を前として、進んでいくんだよ、決断していくんだよ、覚悟を決めていくんだよ、そういったことのメッセージが来てますね。うん、全てあなたの人生にとってあなたが、主導権握ってね、主人公として進んでいくんだけど、その主導権を誰かに渡した瞬間から、全て狂ってくるんで、うん、渡さない、うん、だから全部渡してるつもりないかもしれないんだけど、もっとね、もっともっと主人公らしくあってくださいって言われてます。主人公なんだから、うん、主人公ってあなたは漫画アニメの話してるんじゃなくて、これ仏教用語なんですね。もともと仏教用語から生まれてるのが主人公って言葉であって、そこから派生していってどんどん使われていって、現代で使われていったのは漫画アニメとかになってくると思うんですけど、もともとあれば仏教から派生してる言葉なんですよね、うん、あなたが主人公です、人生の、うん、そこの意識をもっと強く持ちなさいって言われてますね。うん、他人は関係ない、うん、って言ってきてます。あなたが自分で決めて、自分で人生のゴールポイントを決めて進んでいくんだよって、うん、誰かに頼ったりとか誰かにその指示を仰ぐんじゃないんだよって、あなたが決めていくんだよって、うん、なんかそんなメッセージ来ました、一番の方いろいろ、うん、ピンときたことだけね、受け取ってください。では、11月に起きる嬉しいことを見ていきましょう。他のね、選択肢2番、3番の現状と見比べるというやり方もね、参考になるかと思うので、ぜひよかったら見てください。ソードの4番、ペンタクルの6番、ノープレスライクホーム、ディジェネレーション、カミングトゥーライフ、マジックストリーム、並べていきます。上にね、ちょっと狭いので重ねていっちゃいます。なんだろうね、嬉しいこと。うん、やっぱりね、なんかしんどいことよりも、まあ、嬉しい結果がたくさん、たくさんというか、しんどいことよりも嬉しいことの方が少し勝る、そんな結果がやってきそう。例えばだから、まあ、頑張ったら毎月こんだけのお金が入ってくるっていう仕事をやってるとするじゃないですか。でも11月はなんか突然臨時収入があったりとかね、うん、頑張った以上のなんかプチ収入みたいなものが来て、あ、頑張った以上に苦しい思いした分よりもちょっとね嬉しいことあったなぐらいの、なんか嬉しいこの物質的なね、入ってくるものがあるよって嬉しいことが起こりそうです、まず、うん、で、あとは目標が定まる、うん、今までこう宙ぶらりになってた、なんか曖昧もことしていた、未来に対する目標がしっかりと地に足ついた考え方でね、こうやってこうやってこうやって進めていくんだ、ここに行くんだっていうことを、具体的な計画というか目標が定まって、こう人生のね、生活のリズムがこう安定していくって嬉しいことが起きそう。あとは、うん、なんか強く望んでるんですよ、あなたがね、うん、強く望む、うん、強く望むことが嬉しい、多分ね、希望が見つかるんでしょうね、うん、あ、私はこれを頑張ればいいんだ、うん、これをやりたかったんだっていう、やりたかったこと、うん、希望が持てるもの、情熱を注げること、それらが見つかってはっきりして
嬉しいって気持ちになるって言われます。まだまだね、何かね、こう一番選ばれた方ってね、こう何かこれから何かを始めていくっていう方に見えるんで、何かをずーっとやってて、そこの結果が11月に出るって感じしないんですよね。うん、今なんか改めて帯締め直してる時というか、うん、なんか再出発するために準備なさってて、で、それを、うん、その準備が整う的なことが、なんか嬉しいってことに直結するような出来事、うん、がなんか起きそうだなって思いますね。うん、なんかだから大きい結果がバンバン出るような月じゃない感じがしますよ、一番選ばれた方。うん、これからの出発に向けての準備がどんどん整っていくっていう、そのスムーズに整っていく感じがなんか嬉しい、うん、心が安定するっていうような嬉しいことって感じしますね。うん、まだまだ全然穏やか緩やかな流れの中にいるって感じがします。うん、だからね、このね、一番選ばれた方の中で、うん、多分一番嬉しくなる、まあ、人によると思うんですけど、ここですね、やっぱ希望が持てる、自分はこれをやりたかったんだっていう、なんかね、やるべきこと、やるべき方向、あの行くべき方向みたいなものがはっきりするってことが、あなたにとってすごくね、嬉しいっていう気持ちに、ね、なれるような、ことが起きそうなんですよね。うん、そっから何かが始まっていく、うん、っていう風に見えます。まだまだあのゆっくりよ、ゆっくりゆっくり進んでいく感じだから、うん、まだなんかすごいいい流れ乗ってるとかじゃなくて、これから乗っていくっていう感じだから、こういう結果が出たんかなっていうふうに思いましたけどね。うん、アドバイスいきましょうか。結婚と誕生日、マリッジバースデー、へえ、また変わった組み合わせきたな、マリッジか。あ、やっぱり決意ね、うん、決意、決断、覚悟っていうことですね、言われてんの、うん、決意、決断、覚悟、新しい自分になる気持ち、決意、決断、覚悟ありますかって言われてます。うん、新しい自分、なりたい自分になる、未来でそうなるっていうことは、今の自分から何かを失って、何かを新しいものを得るっていう変化を受け入れるってことなんですよね。うん、それをちゃんとほんまに決断して覚悟できますかって、うん、覚悟できて決断できるんやったらそれをもらえるけど、うん、できないんであればいけないよって、うん、決断覚悟を決める時が今来てるんじゃないのって言われてますね。うん、新しいあなたになるための、そのために準備をしっかりしなさい、自分の中身を内観をして見つめ直して、本当の気持ちに正直に決断行動していきなさいっていうメッセージアドバイスが来てるように感じました。うん、なのでね、ちょっとでも参考になったら幸いです。一番の方へのメッセージ以上でございました。ちょっとでも参考になったよって方ね、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今ね、ショート動画で、文章で読める占い再開しております。よかったら読んでみてください。そしてチャンネル登録者数5000名を目指しております。5000名に達成した、際にはチャンネル登録してくれている方の中から何名かの方に個人鑑定を無料でねプレゼントさせていただきます。で、今回をもちましてね、このプレゼント企画最後になります。もう金輪際ね、プレゼント企画はやらない予定でございますので、この最後のチャンス逃さないようにぜひ応募なさってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見ろよな、福。バイミーチュチュー。コタティミーズのモーカー。ありがとうございます。ねえ。さあ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 。いやもう毎日いろんなことありますよね。でもね、僕今年いろんなことありすぎて、もう今度話さないけど、中身はねもう何ってなってますもん、本当に。では行きましょう。2枚選ばれた方、紫のカード2枚で最後にアドバイスを、出していきます。そして右下に置いたカードで11月に起きる嬉しいこと、こちら今から開けるカードで現状で、現状とかテーマになることを全部整地に直して出していきます。ソードのエース、ソードの、4番、
フレキシブル、トレジャーアイランド、ムーンライトにインテンション、ちょっと並べていきますね。で、占いはですね、あなたの心の中にある正解を炙り出す、答えを炙り出すヒントにしかならないので、あくまで道具でしかないので、そのね、道具にね、使われないようにしてください。あなたが道具を使って自分の答えを見つけ出していく、そのためのツールですね。その道具として活用してください。あくまでも自分が活用する、占い師に依存しない、自分が活用してエンタメとして楽しむとかね、そういったふうにご活用ください。では、現状とかテーマになること、あなたに届いたメッセージなどを伝えていきたいと思います。なんだろうね。まあね、ソードの4番っていう、まあ、なんかお休みモードのカードがちょっと今回なぜかこれがすごく目を引く印象的だったんで、もっとね、なんていうの、柔軟に休んでいいんじゃないのってメッセージ見えましたね。なんか気張りすぎ、頑張りすぎというか、もっといい加減に、自分の気ままにね、もちろんその中でもこう仕事とお金の生活のバランスってあると思うんで、自分でそこは線引きしたりバランス取ってもらわないといけないんだけど、可能な範囲の中でもちろんもっと自由にね、柔軟に休み取って、休息取ったらいいんじゃないのっていうメッセージ見えましたね。なんか真面目すぎる、頑張りすぎてるというか、もっといい加減に楽しむというか、もっと遊びの余白をもっと作って生活に、なんかゆとりをもたらした方がいいんじゃないのっていうメッセージ見えましたね。なんかね、この方もね、2番の方もね、すごくやっぱお金っていうものがなんか今すごく頭を悩ませてる感じがするんですけど、だからね、働かなあかんねん、休んでる場合じゃないねんっていう頭が強い方なんかもしれないんだけど、なんかそこじゃなくてもっと大事なことあるよ、なんかそこに気づいてほしいから、もっと柔軟にね、いい加減に休んだらいいんじゃないのっていう風に見えるんですよね。少しね、その視点を持ってみるっていうのが、大事なんじゃないかなと思いますね。で、その視点を持ってみたときに、何かバランスをね、スケジュールなり何なりのバランスをこれから生活の中でこう整えていかれるときに、それをしていく中で、なんかね、新しい気づきとか発見、道を切り開くみたいなことが、新しいやり方を見つけていくみたいなことが、なんか示唆されてるんで、一度ね、このしっかり休むであるとか、もっとね、いい加減、柔軟にいい加減に、お金とか時間と向き合ってみるというか、なんかね、真面目すぎるというか、もっとね、違う視点、やり方でもって、見つめ直してみてください、その生活に対すること。そしたら、なんか新しいやり方であるとか、新しい方向性っていうものが見つかるよってメッセージ見えましたね。そこにね、意外とそこに、なんていうの、物質的な豊かさのヒントがあったりとか、するんじゃないかなってメッセージに見えますね。だからめちゃめちゃもう休みなく働いてるよりも、やり方変えて、働き方を変えて、休み増やした方が収入上がっちゃったみたいな例って今多いじゃないですか。例えばね、こう会社員の方の一日のスケジュールと月収がこんだけって書いてて、でフリーランスになって一日の働く時間の月収こんだけみたいな、まあそこだけ切り取ったらね、明らか楽に金儲けできてるやんみたいに見えるけど、まあ、いろんなことあると思うんですけど、例えば分かりやすく説明するとそういうことですよ。自分に合った働き方したら収入増えちゃったわ、前より楽になってるわみたいなことって全然あると思うんですね。僕の知り合いでもいましたからね。急にね、そこの会社の正社員辞めてフリーランスだったんですけど、まあ、ある仕事のね、おお、もう最近どうなんすかって言ったら、前よりも少ない時間でもう給料倍以上持てるよみたいなね、人いますからね。今もすごい元気に毎日ね、楽しく働かれてますし、なんかそういうことが何かね、これからあなた可能になっていく方っていうふうに見えるんで、ちょっと今のやり方、仕事との向き合い方、生活、
リズム、スケジュールの、取り方っていうものが本当に自分にとって今ベストなのかっていうことを少しね、こう新しい視点というか柔らかい頭で見直してみるっていうのは大事なのかもしれないですね。うん、そしてあなたの中にやっぱね不安、ムーンライトってやっぱり、うん、あの月って不安を表すってやっぱ取ること多いんですけど、なんか不安を抱えてらっしゃることがあるんですかね。うん、なんかねその不安の要因があなたが何これ曲げたくない意思、うん、なんか曲げたくはない意思があるっていうことと不安ってものがセットになっているって見えるんですよね。うん、まあ、例えると、まあ芸人なんかそうですよね。芸人としてなんかこう成功したい、うん、自分の中にある成功ですよね。うん、なんかテレビ出たいのか、バイト戦でもお笑いだけでお金稼ぎたいのか何なのか、それぞれ芸人にとってね、あの目標とする成功ってあると思うんですけど、でも急にねその成功って手に入らなくて、まあ、ほとんどの芸人がやっぱりもがきながらバイトしてね苦しんでるとか、まあ、借金背負ってなんか自分でなんかやってるとかいろいろあるじゃないですか。うん、それもこれもやっぱり芸人としてこうなりたいって成功したいっていう意志、強い意志を持って進めていく中で生まれてくる不安、ほんまにこれでうまくいくんかなみたいな、そんな強い意志を持たなければその不安って生まれてないんだけど、でもあなたにとってそれは、まあそのね、芸人にとってそれは、叶えたいと思うから、やりたいからやってるだけであって、うん、みたいなね。うん。あくまで例えですけど、それを自分に置き換えてもらったらいいんですけど、うん。何か強い意志があるから、が故に生まれてる不安っていう中で、あなたは、こう、もがいたりね、苦しんだりされてんのかなって感じはするんですけど、うん。それもひっくるめて、今の生活っていうもの、仕事に対する、向き合い方、働き方っていうのを少し見つめ直してみると、全部がね、こう好循環に回り出すかもしれないよっていうメッセージが来てるように感じました。はい。では、11月に起きる嬉しいことを見ていきましょう。全部整地に直してね、出していきましょう。ナイトのワンドを重ねておいていきます。運命の輪が来ましたね。いいですね。ゴーザディスタンス。コミュニティ。レスキューボーンコレクター、運命のは出ましたね。いいっすね。なんかいいこと起こりそうじゃないですか、11月。うん、やっぱり先ほどお伝えした現状を見直すってことの中に、あの新しい道をね、あなたはやっぱり見つけていくと思うんですよ。うん、新しいやり方を見つけていかれて、そこでねこう心機一転再出発みたいなことをするみたいなんですね。あ、新たにこう新たなる目標を見つけて、新たなる出発、新たなる希望を見つけて、新たなる出発をしていくみたいな、そこで運命の輪が回り出すって感じがするんですよね。うん、だからこれね、11月にねこの運命の輪が回ることに関して嬉しいことが起こるんじゃなくて、運命の輪が回り出したっていうことをなんか感じれるようなこと、だから何か新しいことが始まったなっていう、うん、その感覚ですよね。それが嬉しいって感じがしましたね。なんかそれによっていきなりね、その 1ヶ月っていう短期間でその運命のが、ま、運命の輪が回ってね、大きな結果がドンってやってくるのは考えにくいので、もっと先でね、その運命のが回った先の未来でなんかね、いい結果ってものが入ってくるかもしれないですね。うん、だから11月に起きるっていう文で言えば、あ、なんかこれによってこれは新たなる希望でね、新たなる何かを出発を始めたことによって、あ、この先にきっとなんかすごくいい結果とか幸せなことが待ってそうっていうものを感じれるっていう嬉しいことがなんか起こってくれそうですね。うん、それを感じれるってことは嬉しいってこと。うん、それが起こりそう。うん、新たなるこう目標を 見つけたりとかしてね。うん、なんかこう心機一転新たなる出発をしていきそうです。それがすごく嬉しいっていう、なぜならそれがなんか運命の輪が回るようななんかいい予感がするんですよね。うん、なんかこれはいい流れ来てんぞっていうふうに思えるから嬉しいって感じがしました。うん、あとやっぱりね、うん、右下のボーンコレクターっていう、やっぱこのカードはすごくね強い印象を持つんで、いつも
なんかね、やっぱりこれはそのままのあなたで完璧だよってカードなんですよね。うん、こうやってね、ここをね、やっぱり、ね、僕らって普段生活してたらね、みんな忘れちゃうんですよね。見落とす。やっぱりこんだけね、もうスマホで簡単に他人と自分を比較できちゃうっていう、嫌がおうでもね、うん、反射的に比較しちゃいますよね。うん、その中で、ああ、自分でここはダメなんだ、足りないんだ。なんであの人はこんないいものをいっぱい持ってるんだみたいな風にね、うん、思っちゃいますよ。テレビつけたらそうやしとかね、うん、だから、うん、他人とね比較することでネガティブになるやつやめた方がいいけど、他人と比較することでね、逆にそれがこう自分の中でガソリンになってね、プレッシャーになって努力できるっていう人やったら見てもいいし、うん、他人と比較することにはここの方が自分恵まれてるなって思える人がいたら、それは比較するのもありやし、一概にね比較するのがダメということではないんですけれども、なんかね、今のあなたで十分なんか素敵なんだよってことをね言ってきてくれてて、そこに気、あ、そうか、そこに気づけるって嬉しいことなんか、うん、あなたが何歳か知らないし、どんなね状態の今の人生なんか知らないけど、なんでやね、今の中で絶対にどんな人でも幸せな部分とか感謝できる部分絶対あるはずなんですよ、うん、その中であなたは生かされてるわけですよね、うん、じゃあそれに気づいた時に、あ、今の自分で完璧なんや、十分満たされているんだっていう、なんかね、そういうね、なんか一種悟りのような気づきを得れる瞬間みたいなことが11月中に起きて嬉しいって思えるんですって。これってすごい大事なんですよね。元ブルーハーツの河本ひろとさん、今もねこうバンド組まれてされてますけど、あの方の名言、まあちょいちょい言ってますけど、幸せって何か出来事が起こったりね、うん、なんか物質的なものは満たされることじゃないんだよって、その幸せって思える心があることが幸せなんだよっていうことを言われてます。あの方もすごくね本質をついたこと言われますよね。ほんとそれなんですよね、うん、でやっぱりね、まあ占いの結果もそうですし、なんかね自分の欲望っていうものを持って未来を見た時に、自分の人生のね、やっぱりこう物質的な豊かさであるとか、何か成功とかね、成果とか良い結果とか、まあ、そういうものをやっぱ求める、それが幸せってことにやっぱりね、うん、思っちゃいますよね。やっぱ宝くじ当たったらいいやろなってやっぱ思いますよね、反射的にね。でも本当の幸せってやっぱりそこなんですよね。今の今までも、今どんな状況であれ、この中でも幸せを感じれる、感謝できる部分があるってことに気づけるってことが、これを超える幸せってないんですよね。うん、いやいや、宝くじ当たった方が幸せやでっていうのは、うん、まだまだそこの本当の幸せに気づけていないっていう、まあ、段階にいらっしゃるってだけであって、うん、本当にこれが幸せのやっぱり本質やと思うんですよ、うん、だからそのね、あなたはその大切なことに気づけるっていう、すごく重要な嬉しいことを体験されるんじゃないかなっていうのを思いましたね、うん、あとはね、だから、ね、そこ、それなんですよね。それがきっかけで、そうそう、その大切なことに気づけるから、苦しい状況の中を自分でその苦しい状況を抜け出していくんですよ。誰かに助けてもらう、出来事に助けてもらう、見えない存在に助けてもらうんじゃなくて、自分自身でその苦しい状況から自分自身を救い出していくって嬉しいことをしそう。それによって大切なことに気づくってことによって、うん、すると不思議とそのね、あなたの波長とか、に、引き寄せられて、素敵な場所、組織、人たちとの出会い、うん、素敵な人との出会いがあるよって。それはなんかね、パートナー的なことを指してるんじゃなくて、仲間的な、友情的な、うん、協力者的な、応援者みたいな、うん、そういう素敵な出会いを体験できるよっていう、そういった嬉しいことがありそうです、うん、アドバイス、パーフェクトタイミングと、Ask for what you want、 うん、うん、自分の本当の本当に欲しいものは 何かっていうのを見極めるみたいに見えるんですよね、うん、こう Ask for what you want ってやつね、うん、パーフェクトタイミング、うん、まあ、パーフェクトタイミングって言ったらもうね、常にパーフェクトタイミングなんですよ。
24時間365日パーフェクトタイミングなことが起こってるってことを、まあ俯瞰してね、抽象度を上げて言っちゃうとそうなっちゃうんですけど、それだと話にならないんで、ちょっとね、あの抽象度を下げて言いますけど、今このタイミングでこの動画でメッセージ聞いたあなたにとってアドバイスは、今この瞬間から自分の気持ち、本当の気持ちは何なのかっていうことを認めるのに最適なタイミングにいるよっていうことを言われてるってアドバイスに見えるんで、あなたの、今のあなたが見て、今のあなたから見て、本当に欲しい現実って何？生活って何？なりたい自分って何？関わりたい人って何？稼ぎたいお金の額って何？やりたい仕事って何？とか、そこを今はっきりさせるのに、パーフェクトなタイミングにいるよって言われてます。一個のことじゃないんですよ。いっぱいのこと。生活、生きるってことに関して、すべて、こうしたいっていう、明確なあなたの思い、しっかりと内観して、手繰り寄せて、分析して、考察して、ちゃんと理解してあげてください。それをする最適なタイミングに今いるよって。それがもとにいろんなこの展開が、そのあなたの底を基準元としていろんな展開が波状にね、波状に広がっていくんだよって言われてます。いつも言うけどね、このメッセージね、似たようなこと、これすごい大事、ここを忘れる人多いんですよ。これを忘れて出来事早くいいこと起きひんかなとか、いい人に出会えへんかなとかね、神様助けてくれへんかなっていうんです。いや、順番逆やからあなたが主人公である、あなたがまずモブキャラであるね。あなた以外脇役なんで、人生って、あなたの中であなたが主人公であって、あなた以外の人は全部脇役やのに、脇役に全部何かを投げてしまった瞬間に物語はストップしていきます、けどあなたが進めていくっていった瞬間に脇役も動き出します、連動して、そこを忘れないでほしいです。以上が2番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったら、高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今ね、ショート動画で文章で読める占い再開しております。ぜひ楽しんでみてください。そしてね、チャンネル登録者数5000名を目指しておりまして、5000名達成した際には、登録してくれてる方の中から、何名かの方にね、個人鑑定無料でプレゼントさせていただきます。このプレゼント企画、今回もちまして最後とさせていただきます。今後はね、もうプレゼント企画やりませんのでね、この最後の企画を、ぜひ余すことなくね、楽しんでいただきたい。ぜひ応募してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見ろよな。福バイビーチュチュー、コータティン水を飲むんじゃ。ありがとうございます。いや、もうね、不思議な力っていうものをやっぱり持ってる方って、まあ信じる信じないあるんですけどね、確実にいるんですけど、まあそれを信じる信じない出てきますよね。ただね、まあそのね、不思議な力ってものがあれば、なんか何かね、すごくね、幸せになったりとか楽してね、人生進めるっていうことでは全然ないので、そうそう、全然ないので、むしろね、そんなものなくてね、もっと人間人間して、このね、この世で生きるってことにね、全振りして楽しんでる人の方が、すごく楽しいんじゃないかな、なんて思いますよ。っていう、急に不思議な、なんか変な話挟んじゃいましたが、では3番選ばれた方いきましょう。説明していきます。右上の紫のカード2枚で、最後にアドバイスを出して締めていきます。右下に置いたカードで、11月に起きる嬉しいこと、今から出すカード全部整地に直して、現状、テーマになることなどを伝えていきます。ペンタクルの10番、テンペランス、ソウルメイト、メッセージインヤボトル、マジックプレイヤー、マジカルマップシフター、並べていきます。で、占いはですね、あなたの人生、あなたの答えってね、あなたの心の中にしかないんで、それを炙り出すね、ヒントにしかならないんで、ぜひね、占いを道具、ツールの一つとしてあなたが活用してください。あなたが占い師とか占いにね、依存してしまったら、
全部ね狂ってきます。うん、占いジプシーになったりとかね、自分で自分のこと分からん、自分で決めれんってなっちゃって迷子になっちゃうんで、そうなるとしんどいです。そうならないように、占いに使われないように気をつけてください。ではご理解いただけた方、進めていきますよ。はい、現状とかテーマみたいなことをね、あなたに届いたメッセージみたいなのを、まとめて伝えていきます。まあね、スターのカード、ダイアルカナの下に、まあ、テンペランスっていうね、まあ、節制というね、大アルカナ、まあ、続いて大アルカナ、大アルカナ出たんで、まあ、まずここがすごくインパクトあるっていうのと、でペンタクルの10番ですよね、まあ、お金の10っていうね、すごい豊かなカードも出てるし、うん、まああくまで現状なんですけど、なんかね、今のあなたって頭ではなんかお金稼ぎたい、お金いっぱい欲しいとか、夢叶えたい、願い事叶えたいっていう頭がすごくね、うん、そういう風に頭が欲求の方にね、欲望を満たすっていう風になんかこう求めてる、そっちにね、頭が向いてる風に見えるんですけど、心の中ではいや、お金よりも充実度、やりがいとか、なんかすごく大切な人との時間を過ごすとか、大切な人を愛するとかね、なんかそっち、なんかね、形のないものというか、物質的な価値観よりも精神的な価値観に心が向いてる。頭は物質的価値観に向いてて、心が精神的価値観に向いてるっていう、頭と心のね、おへそが向いてる方がアンバランス、なんかアンマッチ、なんかちゃう方向いてるって方がこう3万選ばれてるって感じがするんですよね。だからこれね、このね、向きが合わないと多分うまくいかないんですよ。うん、望む結果ってね、手に入りにくいって思うんですよ。だからまずここの、どっちでもいいんで、物質的な方に振りたいんだったらそっちでいいけど、でもね、心がね、向いてる方って、結構あなたの本当の素直な意見っていう風に感じるんで、このカードが言うアドバイスはね、メッセージはです。あなたが答えは決めてください。カードが言うには、心が向いてる方が、にあなたの、なんか、本当の明るさとか未来とか、希望とか嬉しさってものが詰まってるんじゃない？うん、本当に心が満たされるのって、やっぱり心が求めてる方じゃない？うん、そっちがおすすめだよっていう風に見えました。うん、あとは、何かね、何やろ、これ、連絡待ってる人おるのかな、中には。とか、何か、連絡じゃなかったら、なんか、いい出会いないかなとか、いい出来事起きひんかなとかね、なんか、いいメッセージ起きひんかなとか、なんかこうへんかなとかね、うん。なんかね、待ちぼうけ食らってるって感じに見えるんで、うん、これね、多分ね、ずっと来ないんで、待ってるっていう、待ちの姿勢だけで何もしないんであれば来ないんで、もしね、何かを待たれてるっていう状況が当てはまってる方が3番の中にいらっしゃるんやったら、もうね、その気持ちを、忘れて、自ら何か一歩踏み出していきましょうっていうメッセージに見えました。何でもいいです、それは。うん、趣味を持つってことかもしれないし、何もね、計画立てんと旅行に行くことかもしれへんし、うん、なんか仕事頑張ることかもしれへんし、何でもいいです。うん、待たないってこと、うん。待つのはもうやめといてっていうこと。うん、待つから来ないんだよって、うん。待たないから来るんだよみたいなことを投げてきてくれてるんで。というかね、だから、あなたが行動して、そこにたどり着くからなんか得れるものがあって、行動しないで待ってるだけやったら得れないから、待つだけでは来ないって言ってきてくれてる感じがするんですよね。で、そこの、なんか待ってる結果に対して、行動でもってね、それをつかみに行くっていうアプローチの仕方はたくさんあるから、何かに縛られずにね、こうじゃなきゃいけないっていう思い込みを捨てて、何でもいいから取り組んでいきなさいと。そしたら勝手にそこをね、つかみに行けるよ、待ってるものをつかみに行けるよってことを言ってきてくれてるように感じました。うん、11月に起きる嬉しいことを見ていきましょう。全部整地に直して出していきます。ワンドの10番、10-10で重なりましたね。ソードの8番、なんか悲しんでるというか落ち込んでるガックシカードと、ネバーエンディングストーリーとディスリングとディティールズ、ディティールズってカード、
上に重ねていきます。なんだろうね、嬉しいこと、やっぱりなんかね、精神的なメッセージ多かったですね今日ね。サンマの方もそうなのかな、どうなの、うん、あくまでたった一月で起こる嬉しいことなんで、やっぱりね、そういったメッセージも多くなるのかなと思うんですけど、うん、何かね、こう打開策が見つかるってまず来ましたね一個、うん、こううまくいかない、どうしようもない、うん、どうやってこれを乗り越えていったんや、どうやってね解決したらいいんやっていう、なんか問題に苛まれてるっていう方がもし3番の中にいらっしゃったら、それの打開策が見つかるって嬉しいことが起きそうです、うん、なんかね問題よりも解決策の方が上回るって感じに見えるんで、うん、それがね、誰かの、サポートが入るとか、うん、なんかの情報が入ってくるとか、なんか誰かのね助けが入るんですよ、うん、誰か協力者が現れたりとかヒントをくれるとか、なんかねそういう展開が起きてくれて、その問題を打開する策を見つけていくっていう嬉しいことが起きそうなんですよね、うん、それがまず一つ大きく来てますね、うん、あとはなんかね、今まで見落としていた細かいことに気づくことができるって言われてます、うん、それはね自分に対してもそうだし、まあ自分のことが多いって出てますけど、他人のこともね含めてでいいと思うんですけど、なんかね自分の中でなんかねダメに思ってることってあると思うんですよ3番の方って、うん、自分でこういうことがダメなんだ、こういうとこがあるからダメなんだ、こういうダメなとこがあるみたいな、なんて言うのかな、自分の嫌いなとこやったりとかコンプレックスやったりとか、まあ誰しもあるっちゃあるんですけど、今ねそれがすごくね気になってるというか、うん、それによってすごくねなんか、心がなんかナーバスになってるみたいな人がいる感じがするんですけど、そこがそれもね、うん、あでもこれって自分にとってのウィークポイントやったり嫌いなとこやったり、コンプレックスを抱くことかもしんないんだけど、こういういいこともあるよねみたいな、うん、いいことの数の方が上回るっていうことが嬉しいこととして起きそうなんですよ、うん、まあね、まあ、僕芸人なんでやっぱ芸人に例えちゃうんですけど、例えばね、まあ、ハゲてデブで、もう中年過ぎておっさんねみたいな芸人がおったとして、まあね、まあ今ルッキズムやなんやいう時代ですからね、まあ、ハゲでもデブでもない、なんでもなんかこう中年やったらエイジハラスメントかみたいになってくるけど、まあそういったねことでコンプレックスを持ってる男性芸人が一人いるとしましょう。これも架空の話なんで、誰かを指して言ってるわけじゃないんで、うん、でそのね男性芸人が今まで全然ね舞台でネタ受けへんかったけど、方向性を変えてね、まあ、そのねハゲとかデブとか中年であるってことを生かしてネタにして大爆笑を取れるようになったとかね、あじゃあこれって自分にとっての武器になるやんって気づけたみたいな、まあ今ルッキズムの時代にとか、そういう例え話なんでね、まあ、そういうツッコミ置いといてもらってですね、うん、だから例えばですよ、そういったこともある、自分に落とし、ね、自分の、パターンにね自分だったらどうかっていうことをこう当てはめてね、うん、聞いてもらったらいいんですけど、だから自分にとってこのなんかマイナスやって思ってた、まあ他人のことやったり自分のことやったりっていうことに関して、それに対するまあいいことの発見、うん、こういうものの見方したらプラスに捉えれるよねとかね、なんかそういうプラスの発見が上回るっていう嬉しいことは起こるって言われてるんですよ、うん、それはあなたが見落としていただけで、そこに存在していたんだけど見落としてただけなんですよ。あこれって自分ってこうやって思い込んでたけど本当はこれいいことやねんなとかね、うん、いいこともたくさんあるんだなって気づけて、すごく心が軽くなったりとか気持ちが明るくなったりとかね、そういう嬉しいことは起きそうなんですよね。でそういうことに発見できるっていう、こう人間力というかなんか愛の器がでかいというか、なんかそういったことがねやっぱりね人生を大きくね幸せの方に切り開いていく大切な礎というかね基礎的な力になっていくんで、
これがね、あのエキサイティングするような結果じゃなかったかもしれないけど、このね力が身についたっていうことが実感体感として分かるって、嬉しいことが起こるってことは、この先でね、この先でなんかすごく嬉しいってことにつながっていくね、そんな展開が生まれそうなんで、すごく重要な結果が出たんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、それがやがて今あなたがねきっと頭で思っているこういう願いを叶えたいとかね、こんだけお金欲しいってことに最終的にはつながっていけるようなことにもなるんじゃないかなと思います、うん、今は順番的にね心が向いてる方にやっぱ進んだ方がいいっていう、そこを基礎基盤として進んだ方がいいっていうメッセージ来てるけど、うん、やっぱりね、自分をやっぱり整えていかないとやっぱりその先のね、あの展開って生まれにくいから、やっぱこういう結果出たんちゃうかなと思いますよ、うん、打開策は見つかるであるとか、ネガティブに捉えていたことに対するいいことの方が多かったんだなっていう発見する力、うん、そこをちゃんと身についてたんだなっていうのを実感できるっていう嬉しいこととか、誰かの助けによって打開策を見つけていくってことなんてすごくいいねことなんで、うん、この嬉しいことっていうのはしっかり体験した後にね、その先にあるもっとね、あなたがこうエキサイティングできるようなね結果っていうものもつかみに行ってほしいなと思いますけど、最後にアドバイスをね伝えていきたいと思います。うん、You got the power出るよね、こういう時ね。自然とつながる。やっぱ動く、なんかあなたにやっぱり秘めたる才能、ポテンシャルがあるよって言ってきてくれてますね。うん。やっぱりね、あなたはやっぱり自分のことを分かってるようで分かっていない。それはいいとことか才能とか能力って、まだまだあなたが気づいてないとか見落としてることがたくさんあるよって。うん。それをやっぱり一個一個またね、発見していこうね、思い出していこうね、みたいなことを言われてます。で、そのためにやっぱりね、周りの声に耳を傾けるってことが大事。自分で気づけないんであれば、他人が言ってくれてる、褒めてくれてることとか、すごいねって言ってくれて、言ってくれてること。それらを頼りに自分を内観して、あ、じゃあこれって自分ってすごいことなんかもしれへんなっていうことにこう気づいていくっていう作業も必要なんかもしれない。なぜあなたはまだまだね、こう見落としてる部分があって、自分ってものをまだ使いこなせていない部分があるよって。うん、そこをやっぱりね、いいところをもっと知っていく、もう悪いところを見るんじゃなくて、いいところを知っていくっていうことをどんどんなさっていってくださいってやっぱ言ってきてくれてますね、アドバイスで。うん。あとはシンプルにね、うん、やっぱりね、このね、自然とつながろうってカード出るときってやっぱりね、やっぱ体を動かしましょうって言ってくれてるんですよね。うん。動く、まああの体を動かしたらやっぱり人間ってポジティブになっていくっていう、もう心理的な作用とかいろいろあるんですけど、そういった意味も含めて。もあるんですけど、大事なのは動くことによっていろんな人と関わっていく、うん、でいろんな人と関わるってことは、自分をその人にぶつけた時にね、自分っていうものを言葉なり行動なりで相手にぶつけた時に跳ね返ってくるものってあるじゃないですか。そう、 A さん B さん C さん D さん E さん F さんって全部こうぶつけていった時、全部ね反射して返ってくるものがあるじゃないですかね。返ってくるものがあるとして、そこの形、その帰ってきたものを見ていけば、あ、自分ってこういうことが、こういう形をしてるんだっていうことが立体的に見えてくるってことがあるんですね。うん。それって自分の頭の中で考えてる平面的な部分だけで分かんなくて、やっぱりね、他人と触れ合って反射で帰ってくることで分かって、立体的に自分ってものを理解するってことって絶対あるんで、そこを体験して理解していこう、自分のことを理解していこうって言ってくれてる感じがするんで、シンプルに体を動かしたらポジティブな気分になれるよってことだけじゃなくて、やっぱりたくさんの人と関わっていく、うん、そこで自分ってものをぶつけてみる、当ててみて、返ってきた反応によって自分っていうものを知っていくってことを重ねることで、より自分のことに対する理解を深めていってねってことを言われてるアドバイスに見えました。はい、以上が3番の方へのメッセージでございました。ちょっとでもね、参考になったよって方、ぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして今、ショート動画でね、文章で読める占い再開しております。ぜひね、楽しんでみてください。そしてチャンネル登録者数5000名を目指しておりましてですね、5000名達成した際には、登録してくれてる方の中から何名かの方に無料で個人鑑定をプレゼントさせていただきます。で、今回のプレゼント企画で最後のプレゼント企画となりますのでね、今後何かプレゼントをするという企画はもうやりませんので、これは最後の機会を逃さないようにぜひ応募なさってみてください。
さあ本日以上でしたが、いかがだったでしょうかね。皆さんがね、こう見てくれて、高評価押してくれて、チャンネル登録押してくれてね、この動画成り立ってますし、でね、なんかね、見てくれてるね、半分ぐらいの人がね、登録してくれてないんですよね。はい、皆さんぜひ登録してみてください。そう。見てくれてるんだったら、もう登録ついでにしてもらったんでね、はい、もうすぐにもう5000人達成できてですね、皆さんにこのプレゼント、個人間でのプレゼントの企画ね、スタートしていけるんで、でね、5000人が僕ゴールじゃなくて、もう先の、その先のゴールをまだ設定してるんで、まだまだね、この番組続けていく予定ですのでね、はい、ぜひ皆さんの力をお貸しいただいてですね、一緒にこの幸せにね、なっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひね、お役立てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見ろよな、福、まゆみちゃん。